こんにちは、インターン生の原田です。前回は東山動植物園の魅力についてお話をさせていただきました。今回は明治村の魅力についてお話をさせていただこうと思います。明治村は1965年3月に開館された明治時代の建築物の保存と公開を目的とした野外博物館で、敷地内には60以上の建築物が存在します。もちろんただ眺めるだけではなく、実際に中へ入ることができる建築物もあるので、明治時代の建築技術や雰囲気を楽しむことができます。また明治村は東京ドームにして21個分の広さがあるので、何日かに分けて明治村を楽しむことができます。そしてなんと明治村には蒸気機関車も走っており、実際に乗ることができます。ガタガタと揺れたり速度が遅かったりでやや不便なところもありますが、まるで明治時代にタイムスリップしたかのような感覚を楽しめます。いかがでしょうか。明治村は自然豊かで広大な敷地があり、明治時代の建築物がたくさんあるのでおすすめです。少しでも興味を持たれた方はぜひ一度明治村へお越しください。